8月26日付の優先デイリーランキングが発表され、ファンの間では早くも歓喜の声が上がっています。ハッシュタグ INZM は惜しくも2位という結果でしたが、前日の勢いを維持したまま上位にランクイン。日々更新される音楽チャート、それはまるで私たちの心を映し出す鏡のようです。喜び、興奮、そして時にはちょっぴり切なさも感じながら、 一,喜一憂するる日々を送る人も多いいのでではないでしょうか私たちが今、最も熱い視線を注いでいるのは、間違いなくナンバーアンダーライン愛の3人でしょう。彼らの奏でる音楽は、単なるエンターテインメントの枠を超え、私たちの日常に寄り添い、心を揺さぶる力を持っています。8月26日付の優先デイリーランキングが発表され、ファンの間では早くも歓喜の声が上がっています。 ハッシュタグ INZM は惜しくも2位という結果でしたが、前日の勢いを維持したまま上位にランクイン。彼らの勢いはとどまることを知りません。そして、注目すべきは、ハッシュタグ本も4位にランクインしていること。これはつまり、そう、2曲同時ランクインという快挙を成し遂げたのです。今週こそは週間ランキング1位を取りたい、ファンの誰もがそう願っているはずです。しかし、 ライバルも多い音楽業界、容易な道のりではありません。夕方以降は特にリクエストが集中し、つながりにくくなる時間帯もあるかもしれません。しかし、どうか諦めないでください。落ち着いて、日中の隙間時間を活用して、ポチッと投票するだけでも、結果は大きく変わってくるはずです。でも、私にできることなんて、そう思っていませんか大丈夫。 あなたのその思いは、決して小さなものではありません。なぜなら、好きという気持ちは、世界を変えるほどの力を持っているからです。例えば、あなたがナンバーアンダーライン愛の曲を聴いて、元気をもらえた。明日も頑張ろうと思えた、そう感じた瞬間、あなたの心は温かい光で満たされたはずです。そして、その光は、周りの人々にも伝播していく力を持っています。 友人にナンバーアンダーライン愛の曲を勧めてみたり、SNS で熱い思いを発信してみたり、些細なことでも行動に移すことで、その輪はどんどん広がっていきます。まるで小さな光がいくつも集まって、夜空に輝く星空のように、優先リクエストは、そんな私たちファンにとって星空を作り出すためのかけがえのないツールといえるでしょう。リクエストを送るたびに、あなたの好きという気持ちが、 ナンバーアンダーライン愛の三人に、そして、日本中に届けられるのです。想像してみてください。もしも、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が街の至るところで流れてきたら、カフェで一息つきたいとき、レストランで大切な人と食事を楽しむとき、ショッピングモールで新しい発見を探すとき、馴染みのカフェから、ハッシュタグボンの軽快なイントロが聞こえてきたら、いつもの街並みが、 一瞬にして華やかなステージに変わるでしょう。ショッピングモールで流れてきた、ハッシュタグ INZM の切なげなメロディーは、あなたの心を優しく包み込み、忘れかけていた大切な感情を呼び起こしてくれるかもしれません。ナンバーアンダーライン愛の音楽が、私たちの日常を彩り、より豊かなものに変えてくれる、そんな未来を、一緒に想像しませんか。あなたの熱い思いを、優先リクエストに乗せて、 日本中に響かせましょう J-POP の世界において、常に進化し続けるアーティストたちの中で、特に際立つ存在が、ナンバーアンダーライン愛です。ガン・ユータ、平野翔、そして神宮寺ユータという3人のカリスマ的なメンバーで構成されたこのユニットは、彼らの持つ才能と情熱でファンを魅了し続けています。彼らが発表した楽曲、BON と INZM は、 単なるエンターテインメントの枠を超えて、聴くものに深い感動と共感を呼び起こしています。これは、彼らの音楽が持つ力と、それを支えるパフォーマンスがいかに優れているかを物語っています。ボンという楽曲は、そのタイトルからも感じられるように、日本文化を強く意識した作品です。曲の冒頭から、和の美しさが感じられるメロディーと、平野章の透き通るような歌声が聴くものを一瞬で引き込みます。 この曲のミュージックビデオ、MV では、伝統的な日本の美学が見事に表現されており、盆栽や和風の庭園を思わせるようなセットが使われています。また、メンバーたちのパフォーマンスも、日本の伝統的な動作や所作を取り入れた振り付けが特徴的で、見るものに深い印象を残します。特に、ショーが最後に見せるお辞儀は、彼の謙虚さと感謝の気持ちを象徴しており、ファンの間で多くの共感を呼んでいます。 INZM に関しても、その魅力は他の追随を許さないものがあります。この楽曲は、現代的なサウンドとエネルギッシュなリズムが特徴で、岸優太のダンスパフォーマンスがその魅力を一層引き立てています。MV では、彼の真剣な表情と力強い動きが、曲の持つエネルギーを視覚的に表現しており、視聴者に強烈なインパクトを与えます。また、INZM には、 昭和の香りを感じさせる要素も巧みに組み込まれており、幅広い世代に支持されているのも特徴です。昭和生まれの視聴者にとって、この曲は懐かしさと新しさが共存する、まさに時代を超えた作品として受け入れられています。これらの楽曲が YouTube でそれぞれ4000万回、2500万回以上の再生数を記録しているのも、その人気の高さを裏付けています。しかし、 この数字は単なる人気の証明ではありません。これは、ナンバー・アンダーライン愛の音楽が、多くの人々の心に深く響いていることを示しています。彼らの音楽は、一度聴くと耳に残り、そのメロディーや歌詞が日常生活の中で繰り返し思い出される、そんな力を持っています。これは、彼らがただのエンターテイナーではなく、真のアーティストであることを証明しているのです。さらに、 彼らの楽曲には、単なる音楽を超えたメッセージが込められていることも忘れてはなりません。ボンでは、日本の伝統文化や美しさが再評価されており、それは現代の若者たちにも新たな形で伝わっています。一方、INZM では、過去と未来が交錯するような感覚があり、これもまた多くのリスナーに新鮮な驚きを与えています。これらの曲は、ただ楽しいだけでなく、聴くものに考えさせ、 感動を与える作品として評価されるべきです。また、彼らの音楽活動は、単にスタジオでの録音や MV の撮影だけにとどまりません。彼らはライブパフォーマンスでもその才能を発揮しており、多くのファンが彼らのライブを待ち望んでいます。ライブでの彼らのパフォーマンスは、画面越しでは伝わりきれない熱気とエネルギーに満ちており、その場にいるファン一人一人に直接語りかけるような力強さがあります。特に 平野翔が見せる笑顔と、岸優太の真剣な表情、そして神宮寺優太の繊細で優雅な動きは、彼らのライブを見る者すべてに忘れられない瞬間を提供します。彼らの成功の背後には、当然ながら多くの人々の努力と技術が存在しています。MV 制作に携わるスタッフや振付師、音響エンジニアたちが一丸となって作り上げた作品は、まさにプロフェッショナルたちの結晶です。そのため、 ボンウェア、INZM のような作品が、日本のみならず海外でも高く評価されることは当然の結果といえるでしょう。これらの作品を通じて、彼らの名は世界中に広がり、さらに多くの人々に彼らの音楽が届くことが期待されます。しかし、彼らの成功は単なる偶然ではありません。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、進化し続けています。ボンウェア、INZM のような作品が、 INZM で見せた彼らのパフォーマンスは、従来の J-POP とは一線を画すものであり、その独自性が彼らの人気を支えているのです。また、彼らの音楽は、ジャンルを超えた融合を試みることで、新たな音楽の可能性を切り開いています。これにより、従来のファン層だけでなく、新たなリスナー層も獲得することに成功しているのです。No.1Line I は、 これからもその進化を続けるでしょうそして彼らの音楽がどのように発展しどのような新しい挑戦を見せてくれるのか多くのファンが期待しています彼らのこれからの活動にはまだまだ未知の可能性が秘められておりその一歩一歩が j p o p の未来を形作る重要な瞬間となることでしょうこれらの全てがナンンバーアンダーアダライン愛の楽曲がただのヒット曲ではなく 時代を象徴すするる作品でである理由です彼らの音楽は私たちの生活の一部となり毎日の中で何度も再生され繰り返し聴かれることでその存在を確固たるものとしています彼らの音楽が私たちに与えてくれる感動や喜びはこれからも続くでしょうそしてナンバーアンダーライン愛の名は J‐POP の歴史に輝かしい1ページを刻むことでしょう